さあどんな時も3人の力で上がってきたハグリューチーム、今回もシナリオ通りか。さあ先手はハグリューか。さあ肘、さあきっちりケージ対策できます。さあ急激、さあきっちり暴れを読んで、さあケージ、さあ2択当たらない、これがブレイズ。さあ昇段、さあ3秒当たらず、さあバックダッシュの肘系、さあ開幕ビルズ、さらにこちらも2択拒否、まだ追いつかない。さあ2投げ、こっから寝た。さあ B 行け、拾う、追いついた。さあここでポールシフト、お得意ジャブからの投げ。さあボルケーノ、第3ラウンドはイヌジニアノが、さあ下番 4PK、 さあ投げ抜ける、さあ待つ、確定 PK、 もう1回かける2、オーバー、ユーリサケ読みのボールシフト、わかってます、イヌジニ。さあ流れが、流れが、さあどうする、さあハグリュー引き戻すか、2択拒否 PK、 4PK、 さあきっちりしゃがんで前投げ、さあどうする、肘、さあこれで追いついた、勝った方が決勝戦。下番、さあ投げ取らず、さあシャドウも当たらず、きっちり待つ、さあ下が薄い、さあゲージ、さあ PK 当たらず、前投げ通って、さあ経験サディスティック、ミドル、白龍粘り腰、いやーこうよく心が折れませんでしたね、あのボールジックで。さあこれで白龍チームが決勝戦です。さあじゃあゲームのところと白龍チーム、さあじゃあゲームチーム、じゃあ一言いただきましょうか。さあ白龍チームも一言いただきますんで、誰が喋るか考えておいてくださいね。あの一言いただけるんで、いつもこの大会の恒例として決勝になって、誰ですか、ハメさんですか、ゲームさんですか、ゲームさんですか、じゃあゲームさん一言。一回も出てないですけどね。はい、まあ、周りが強いんで絶対優勝できると思います、はい。さあじゃあ白龍チームは誰がいますか。さあお白龍、さあちなみにゲームの方は一回も出てないけど周りが強いんで優勝しますと力強いコメントでした。さあ白龍チームの代表者白龍、さあ一言お願いします。まあ初めて来たんですけど、まさかここまで勝ち上がれるなんて思ってなかったんで、あとは勝つだけだと思ってます。さあ見た目に反して真面目な白龍。